日本付近は今シーズン初の強い冬型の気圧配置になっています。詳しく解説していきます。北日本から西日本では明日18日にかけて強い冬型の気圧配置になります。日本海側を中心に雪が降り、強い風にも警戒が必要です。こちらは17日午前9時現在の積雪の様子です。北海道を中心に平地でも積雪となっています。この後18日午前9時にかけての予想降雪量です。北日本から西日本では日本海側を中心に大雪となるところがあるでしょう。また太平洋側の山沿いでも大雪になるところがありそうです。明日18日朝までに予想される24時間の降雪量は、多いところで北陸地方60センチ、北海道地方、東北地方、関東甲信地方50センチの見込みです。風の予想です。北日本から西日本では明日18日にかけて日本海側を中心に雪を伴って非常に強い風が吹き、海は大しけとなるでしょう。18日にかけて予想される最大瞬間風速は全国的に30メートルから35メートルになっています。続いて道路の影響予測です。積雪や路面凍結による交通障害に警戒が必要です。チェーン規制や速度規制など影響を受ける道路もあるでしょう。特に明日いっぱいまでは道路影響リスクが高まりそうです。天気予報専門メディア天気 JP では最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。以上、気象情報をお伝えしました。